初アタックを無事に終え、谷口は次のマシンへ。T1 グランプリで松井裕京が乗る本ちゃんマシンを特別にドライブ。3ローターターボで700馬力オーバー。先ほどのチャンテとは全く異質な、文字通りのモンスターマシンだ。さあ、浜さん行きますよ。いや、まあ、若い子いますから。若い子 FD なんでしょ。こんにちは。助手席に立候補したのは女子カート部の下田さやかちゃん。愛車の FD でドリフトの特訓中らしい。まずは谷口一人で乗り味をインプレッション。これね、カウンターが当てれないかも。このこれやばい、肘のスペースがない。現役マシンなんだから壊すんじゃねえぞ。ちょっとね、癖がある。そう簡単にすぐできる代物じゃないな、これ。そしてお次はさやかちゃんが助手席へ。あのね、全然コントロール配下に置けてないから危ないから、はい、わかりました。覚悟しといて。はい、お願いします。いや、本当振り返してるの怖いもん。そんなに珍しく弱気な発言。こりゃ何かあるかもな。と言いつつも外から見ればそつなくこなしているように見える。しかしホームストレートでまさかの事件が起きる。顔が風に映ってましたけど。
とドキッとなんか静かだからドキッとするかなと思って、はい、わざとだからはい、ありがとうございます。楽しかったです。頼んでもない貴重な体験をプレゼントし、谷口はお役御免。最後はチューンドロータリーによるスプリントレース。馬力使用ともに町々の各ショップのデモカーが参戦。アリー・アメミヤは唯一のラジアルタイヤということで、ハンデ代わりにフライングでスタート。情けねえ予選結果の逆グリッドでスタートしたが、ハイパワー勢があっという間に先頭争い。K2 レーシングの RX8 はかつてアリー・アメミヤが D1 で使っていたマシンだ。3ローターで430馬力のファンスピード RX8 が先頭。その後オートレスキューイズとスクート4ローターが追う。フライングしたアリー・アメミヤ池田のアドバンテージはおよそ10秒。しかし後ろの S タイヤ軍団にみるみる追い上げられていく。そしてあっという間にトップ陥落。K2 レーシングとレボリューションの RX8 対決もヒートアップ。13ビーターボと3ローターペリがしのぎを削る。ソフトタッチから K2 レーシングがパス。結果そのまま危なげなくファンスピードが逃げ切り優勝を決めた。ありがとうございます。まあね、車的にもすごいうちの車仕上がってますし、まあファンスピードの車はこういうレースでも安定して走れるんでね、まあ言えば余裕ですから。あれぐらいのハンデもらっても勝てなかったさあ、マツダチューニングフェスタ2016で、念願のですね、アマさんのシャンテ乗らせてもらいました。アドバンネオバラジアルタイヤで6秒4。このタイムはね、相当速いですよ。 2000cc のね、今時のトヨタ86でもですね、6秒4を出そうと思うとだいぶチューニングしないと出ないタイムなので、今回の一発目にしてはいいタイムだと思います。これじゃないですかこれじゃないまだ、乗ってて直したいポイント、ここがこうなったらいいのにな、これが足りない、あれが足りないってところはいくつかあるので、そこら辺が解決したら、例えば冬場もっと寒い時期にアタックしたら3秒台は行くんじゃないかと思います。はい、思います。嬉しいですね。まあでも今日このライバルのシャンテ乗らせてもらいましたから、これを目標にですね、僕のノブハチを、仕上げてですね、なんとかタイトルに戦えるようにしたいと思います。これでよかったね、ナンバつけて箱根の短パイクとかね行きたいですね。これナンバ取るんですか。もちろんですよ。さあ、稲田大郎さんにはちょっと勘弁してもらうかな、乗ってもらうのは。